ゲーツヘッドは、イギリスのタインウィアにあるタウンで、ゲーツヘッド自治市の中心地。1974年にタインウェアが設置される、以前はダラム州に帰属した。タイン川南岸の住宅地からなり、対岸の入滑するアポンタインとタインサイド都市圏を形成している。2都市には、ゲーツヘッドミレニアム橋など7本の橋がかかる。ザセージ、ゲーツヘッド。 エンジェル・オブ・ザ・ノース、バルチック現代美術センターなど、ユニークな建築が多いことで知られる。ゲイツ・ヘッドのタイン川岸、現在のセム・ヒラケ橋のあたりに、ローマ時代は、村落があった。ゲイツ・ヘッドという地名は、街道の果て、もしくは、ヤギが群生していたことから、ヤギの岬から転じたなどの説がある。ベーダ・ベネラビリスの623年の記録に、 ゲイツヘッド大修道院長として撃ったという人物が登場する。1068年には、ウィリアム征服王がゲイツヘッドの丘で、エドガー・アシリングとスコットランドのマルカム王を打ち破った。中世を通じて、ゲイツヘッドは、ダーラム司教の支配下に置かれた。当時、この地域は、農耕地が点在する森林であった。12世紀、ダーラム司教、ヒュード・ピュイゼは、 初めて発行した特許上でゲイツヘッドに森林の所有権を認めている。この地域の炭鉱は1344年の記録に初めて確認できる。タイン川貿易が盛んになるにつれ入滑する市民はゲイツヘッドの併合を格索するようになった。1576年には入滑するの小さな商人衆がゲイツヘッドとウィッカムの邸宅の 大賃借権を取得している。1574年からの100年間で、ニューカッスル港の石炭船積量は11倍となり、ゲーツヘッドの人口もおよそ5500人に倍増した。しかし、賃借契約と豊富な石炭の供給は1680年に途絶える。通風と地下水の問題で、石炭の産出は頭打ちとなった。夜のゲーツヘッド不当。 ゲーツヘッドミレニアム橋と座席時、ゲーツヘッドジ屋のウィリアム・ホークスは1747年、ゲーツヘッドでタイン川を航行する石炭線から降ろしてもらった鉄でビジネスを始めた。このホークスコーポレーションは、怒りや鎖など、需要が増大する品々を作る、ノース最大級の鉄鋼所に成長した。産業革命の影響で、ゲイツヘッドの人口は19世紀中に10万人。 以上増加した。これに伴い、市街地は南に拡大した。1854年、鳩場地区で壊滅的な爆発事故が起き、中世の遺産のほとんどが破壊された。その被害は、対岸のニューカッスルにまで及んだ。1840年にワイヤーロープの製法で特許を取得した、ロバート・スターリング・ニオールは、リデル氏とゴードン氏との3人で、ゲーツヘッドに、 事務所を立ち上げた。ニューオールは海底電信ケーブルの分野でも電線の被覆材にガタパーチャを使用するなどのイニシアチブを発揮した。1851年9月25日、ドーバー海峡に付設された初のケーブルは彼が製作したものである。1853年にはブレーキドラムと深海ケーブル付設用のコーンを発明した。 初の大西洋横断ケーブルの半分はゲーツヘッドで作られた。彼は天文学にも関心を持ち、1871年、ゲーツヘッドの住まいに25インチの巨大望遠鏡を設置している。1831年、入ュするアンドダーリントン鉄道が蒸気機関車の製作所を置いた。製作所は1854年、グリーンズフィールドに移転し、ゲーツヘッドは変わって、 ノースイースタン鉄道の生産拠点となった。機関車の生産機能は1909年、ダーリントンに移され、残った工場も1932年に閉鎖された。ジョゼフスワン卿は1869年から83年まで、ケルズ通りのアンダーヒルズに住んでいたが、そこで白熱電球を発明した。その自宅は、世界で初めて白熱電球が灯った住宅となった。 1835年、ゲイツヘッドは、ダラム州内の自治市になった。1889年までは、特別市だったが、同年にホークス、クローズヘイカンパニーなどの大雇用主が工場を閉鎖したため、失業者が溢れた。それから第二次世界大戦まで、新聞は、市議会に雇用の喪失を働きかける失業者の姿を繰り返し報じた。これに、 世界大恐慌が拍車をかけ、事態を改善するため、1930年代、中頃にティームバレー産業地区が造成された。1972年の地方行政法により、ゲーツヘッド特別市は1974年にフェリング、ウィッカム、ブレードオン、ライトンの各市街地区及びチェスターイコールリーコールストリートの地方自治区の一部と合併し、 新しくゲイツヘッド自治市が発足した。過去10年間、町議会は町の活性化と市政志向を目的とした長期的な開発計画を進めてきた。とりわけ、キーサイドでは広範な再開発が行われ、ほとんどの建物がこの期間に新築もしくは改築されたものである。ゲイツヘッド町はノースイーストイングランドのタインウィアンドや及びダラム州にあり、 タイン川南の北、緯54度度分、西経1度35分に位置する。北、大西洋海流を介して、暖流のメキシコ湾流の影響を受けるため、井戸の割に温暖である。また北ペナイン山脈の雨影に当たるため、イギリスで最も乾燥した地域の一つとなっている。赤、1974年以前のゲイツヘッド特別、シアオ。 ゲーツヘッドと市が立ち組み取り、ゲーツヘッド自治市設は、ゲーツヘッドの最たる特徴の一つである。230フィートのタイム下岸から徐々に標高を増し、市外を経て、シェリフヒルのクイーンエリザベス病院で525フィートに達する。これは、西の外れに位置する、ティームバレーが平坦な低地になっているのと対照的で、ある。ウィンドミルヒルズや、ウィンディヌックからは、 ニューカッスルといったタインガー流域の諸都市やサンダーランド、北海を一望できる。国家統計局はこの町を、おおむね1974年以前のゲイツヘッド特別市と同じ区割りで、都市型地区と定めている。しかし、ゲイツヘッド自治市はこの区域よりも、かなり大きいため、地方行政上は、周辺地域とほとんど区別されない。公式にはそうでないが、 入滑する市街の真南に位置するゲーツヘッド町は郊外の地区と合わせてほとんど都市部とみなされている。また国家統計局から別々の都市型地区とされ、旧特別市にも含まれなかったフェリング、ヒワース、ピロー、ビルキーは市街に近くコナベーションを形成していることからゲーツヘッド町の一部とみなされることもある。タイン川を挟んで入滑する市街の真南に位置する ゲイツヘッドもしばしばニューカッスルの一部とされることがある。ゲイツヘッド町議会とニューカッスル市議会は2000年、タイン側コノベーションのさらなる促進を目的に統一したマーケティングブランド名、ニューカッスルゲイツヘッドを立ち上げた。これによってゲイツヘッド町民はノースイースト県外でニューカッスルこの地域で最大活つ最も知名度のある都市出身と答える可能性が高くなった。 しかし、ノースイーストではもっぱら、ゲーツヘッド、もしくは、町内ので、カムやダンストンといった地区に住んでいると答えるだろう。トリーニティセンター駐車場、ベンシャム地区の平屋根式住宅、ゲーツヘッド町は、以下の地区からなる。中には、かつて別々の村落だったものが拡大する、市街地に吸収されたケースや、全域が、商業地、工業地、 住宅地のいずれか一つで占められるケースもある。これらの地名は公式なものではないため、その区画や境界は多くが重複している。欧州連合最大のショッピングセンターであるメトロセンターがある。当初、イギリス最大の商業用地だったティームバレー産業団地は今も国内有数の規模を維持している。エンジェル・オブ・ザ・ノース・ JB プリーストリーはイングランド機構の中で、 このような街を生み出す文明が真の文明と言えるだろうかと述べ、さらに人類の敵が都市計画をしたように思えると付け加えている。著者の工業都市に対する見方を端的に表した。この暗い印象は人々が抱くゲーツヘッドのイメージに大きな影響を及ぼしてきた。しかし、ゲーツヘッドはこの時代から随分変わった。ザ ゲイツヘッド1853年から1860年までサウスディーンに住んでいた有名なステンドグラス職人のウィリアム・ウェールズはおとぎ話に出てくるような宮殿をイメージしてソルトウェル・タワーズを設計したソルトウェル公園にあるその堂々たるビクトリア様式の邸宅は小刀や頂き銃眼にかたどられた輪郭が印象的である豪華な調度品は ジェラルド・ロビンソンから寄せられた。ウェールズは1876年、女生をその屋敷で送れるならばとの条件付きで、ソルト・ウェル・タワーズを市民公園の一部として死に打った。応援ラダーが設計したブルータリズムのトリニティセンター駐車場は、2010年に解体されるまでの長きにわたって、市中心部で最高の高さを誇っていた。1960年代の中心部活性化事業の 一貫として作られたこの駐車場では、マイケル・ケイン主演の映画、狙撃者の撮影も行われた。この映画のリメイク版、追撃者で主役を演じたシルベスター・スタローンは、この建物を登録文化財にする運動を起こしたが、うまくいかなかった。駐車場の解体は2009年に行われる予定であったが、再開発計画を策定したテスコ社と市議会の折り合いがつかず、延期された。 市議会は、テスコメガストアを中心に、店舗、レストラン、カフェ、バー、オフィス、学生向けの宿泊施設を開発するという当初の計画通りに、テスコ社が開発する確証を得られていなかった。そのため、テスコ社が当初の計画に従うまで解体を認めないという形で、駐車場を交渉材料として効果的に利用した。最終的に、 解体作業は2010年7月から8月にかけて行われた。ダンストン地区にも、オーウェン・ルーダーの手になるブルータリズムの恒例、ダーウェントタワーがある。トリニティ駐車場と同じく、このタワーも解体予定で、文化財登録のための運動も失敗している。市議会は、近年、ゲイツヘッド・キーズ文化地区開発事業を推進している。2001年に建設され、 その翌年ジェームズ・スターリング建築賞を受賞したゲイツヘッド・ミレニアム・ブリッジはその一例である。製粉書はバルチック現代美術センターに生まれ変わった。2004年12月17日にオープンしたノーマン・フォスター設計の座席時、ゲイツヘッドは音楽ライブや舞台の会場になっている。1990年には200エーカーの空き地を活用して ゲイツヘッドガーデンフェスティバルが開催された。ゲイツヘッドはパブリックアートの美術館でもある。中でも代表的な高さ20メートル、全長54メートルのエンジェル・オブ・ザ・ノースはイギリス最大の造形物である。アントニー・ゴームリーが設計し1998年に建設された。市南部の A1 やイースト・コースト本線から見ることができる。他にもリチャード・ディーコン。 コリン・ローズ、サリー・マ・シューズ、アンディ・ゴールズ・ワージー、ゴードン・ヤングラの作品がある。例年、夏の間、ゲイツ・ヘッド国際スタジアムでは、陸上競技の国際大会や、ラグビーリーグの試合が行われる。ラグビーリーグでは、ゲイツ・ヘッド・サンダー、サッカーでは、ゲイツ・ヘッド・ FC が、本拠地としているが、両、チームとも過去に苦難を経験した。 ゲイツヘッド FC は1960年代、ピーターバラユナイテッド FC と入れ替わりで、フットボールリーグから落とされた。ゲイツヘッドサンダーも春にスーパーリーグでの地位を奪い取られた。しかし、主にサポーターの尽力によって、下級リーグでそれぞれの活動を続けることができた。国際スタジアムでは、アメリカンフットボールのゲイツヘッドセネターズも活動しており、2006年には、 イギリスアメリカンフットボールリーグの北部カンファレンス選手権会場になった。OG フットボールでは、ゲイツヘッドマイナーズが、イギリスのナショナルリーグに所属している。地下鉄では、タインウィアメトロのゲイツヘッドインターチェンジ駅とゲイツヘッドスタジアム駅があり、入荷する中央駅や入荷する国際空港、サンダーランド、タインマス、サウス、シールズまで直通で行ける。 ゲイツヘッドインターチェンジはタインウィア地方で最も利用客の多いバスターミナルで2008年には390万人が利用した。ナショナルレールではノーザンレールがダンストーン駅とメトロセンター駅を置いている。ロンドンからエディンバラに至るイーストコースト本線は入ッする中央駅からチェスターイコールルイコールストリート駅の間で市街を縦断する。市内には ゲイツヘッド、ロー、フェル、ベンシャム、ウェストゲイツヘッドの各駅があったが、1952年、1954年、1965年に段階的に発止され、現在、この路線の駅はない。道路では、ロンドンとエディンバラを結ぶ A1 や、ここを起点にサンダーランドへ通ずる A184 がある。市内には、タイン川南岸に沿うキールマンズ道など、 多くの自転車道が走っている。この他には、フェリングに至る東ゲーツヘッド自転車道、市中心部とダンストーン及びメトロセンターを結ぶにし、ゲーツヘッド自転車道、バートリーやウレケントン、エンジェル・オブ・ザ・ノースに行ける、ダラム方面の各自転車道がある。現在の市内における、キリスト教家は、ベーダ・ベネラビリスが、ゲーツヘッドの修道院について述べている七世紀には、遅くとも始まっていた。 教会は1080年に消失し、ダラム主教も逃げ遅れて殉教した。その近くに建てられたセントメアリーズ教会が1820年代まで町で唯一の教会であった。この教会堂が現在、キーサイド最古の建築物であることは疑いを入れない。市内のイングランド国教会の教会は人口が急増して地域が拡張した19世紀に多くが建てられた。 その他の宗派の教会にも有名なものや大きなものが多い。ベンシャム地区は259家族の朝鮮党派、ユダヤ人が住んでいることから、非ユダヤ人からリトルエルサレムと呼ばれている。地区にはヨーロッパ最大のイエシーバーであるゲーツヘッドイエシーバーなど国際的なユダヤ系教育機関が集中する。それらはホロコースト後の戦後ヨーロッパで、 最大の正統派ユダヤ系教育複合体になった。イスラームはごく少数だが、ベンシャム地区にクルド系のモスクがある。2001年の国勢調査では、ゲイツヘッド自治市で無宗教の割合が10%を上回った。デイリーテレグラフ氏は、2007年以前にゲイツヘッドへ観光に来た女性に対して、入国管理官が入国理由が信用できないとして、 イギリスへの入国を拒んだことがあったと報じた。イギリスのずさんな出入国管理について取り上げた2007年1月23日付ガーディアン紙のスティーブ・ボガンによる記事では入荷するゲイツヘッド地方への観光にロンドンの役人が信じられないほど不安なアイデアルトの調査結果が述べられている。ありがとうございます。